ミナセ・ハズキによる日本のライトノベル。イラストは、サソリが、タメが手がけている。電撃文庫より、全17巻が刊行されている。タイトルは、キューブ、カーズド、キュリアスに由来する。2015年10月時点で、シリーズ累計発行部数は154万部を突破している。2011年10月から12月まで、テレビアニメが放送された。ある日、 高校生の夜千春亮のもとに、旅先の父親から、謎の黒い立方体が届く。それは人になるまで、負の思念を取り込んだ、呪われた、道具、家具だった。黒い立方体は、フィアという少女に姿を変え、夜地下に居候をしながら、同じく夜地下の世話になっている村正この早や春助に、教わり、呪いを解くために前行を重ねることとなる。そして彼らは、 呪われた道具が関係する事件に次々と巻き込まれていく。この物語は呪われた道具、家具を中心にストーリーが展開される。人の負の思念を浴び続けた道具はやがて負の方向に変質して呪われる。呪われた道具は所有者や周囲の人間に悪影響を及ぼす代わり、不思議な力を発揮するようになる。さらに、 非常に強烈に呪いを受け続けた道具は人間としての魂や意志を得て自由に道具の姿と人間の姿を取れるようになる人化した道具は道具としての性質と人間としての性質を合わせ持ち道具の姿で傷ついてもわずかな傷なら自然治癒し人間の姿の時も道具として誰かに使われたいという欲求を感じる人化した道具は 呪いが解けても、人としての性質や道具だった頃の名残の能力は、なくならない。呪いの道具をめぐって、様々なスタンスの組織が暗躍している。呪われた道具。長い間呪いが蓄積されたものには、人化できるようになるものがある。人化できる、家具については、登場人物の項を参照。フィアは、人の姿の時にも、立方体の形のものを媒介として、 全部で32個の気構を権限させることができる。使用の際は使う携帯の名前を言うと、自分の二姿としての立方体が変形する。フィアは気構から伸びる小さな立方体の角同士を接合して紐状にしたもので気構を操っている。それぞれの携帯には名前があり、26番気構鑑式閉鎖体、鋼鉄の処女のように、はじめにその気候の番号、 次に式体で、概要、最後に二重山括弧で名称が表される。作中に登場したフィアの気候を気候番号順に、ここにまとめる。電撃モバイルで、パズルアプリが、ダウンロード利用可能だった。2011年10月より、ATX や独立 UHF 局にて放送。第6章で、理事長がフィアたちを呼んだ理由の一つであった。 フィアのカルテのための写真撮影がカットされ、サベレンティを預けようとしただけに変更されている。また、第7章においてこの輪が襲われた日と、最終決着がつく日の間に休日が入っており、春寮とフィアの買い物がその日に行われた形に変更されている。前述のフィアのカルテ制作の写真撮影の描写がカットされたため、住所を調べるために、 保健室のカルテを見たらと提案する役が、フィアからこの輪に変更されている。白、ミノルの家に向かう途中に、これまでの疑問の真相に気づく人物が、スイカスミから、ハルスケに変更されており、第8章においてもサベレンティが生み出した木の人形が、原作では2体だったのに対し、アニメでは、数十体と増加している。第13章は、 ATX の再放送でのみ放送された、ブルーレイ、DVD2011 年12月21日より、発売。BD 限定版、BD 通常版、DVD 通常版の3種リリースであり、BD 限定版特典として、みなせはずき、書き下ろし小説、みなせはずき、書き下ろし脚本ドラマ CD が封入されている。CD、ありがとうございます。